英語総合技能訓練法ビデオチュートリアルシリーズ第2部発音第6回母音語遠心後じため広めの狭母音と遠心後じた狭母音。本シリーズはサイト英語で悩むあなたのためにで頒布されております電子書籍英語総合技能訓練法の中から第2巻発音をベースにビデオチュートリアル化したものです。第5回までで前舌母音を一通り学んできました。今回は後舌母音を中心に学びます。ここでちょっと母音の超音点一覧の見方について説明したいと思います。これについては中学生は全く気にしたくても構いませんが理解することは全く難しくありません。高校生の方でも特に英語関連の進路を考えている場合を除き知らなくても全く困りません。でも英語の発音を体系的に深く理解したい方や英語を専門とする勉強をされている方には必要になってくる知識かもしれません。全く難しいことではありませんのでどなたでも簡単に理解できることです。知っていると後々何かと役に立つこともあります。この図には英語以外の言語に用いられる IPA も含まれていますが全体像を理解するため今だけそれらも含めておきます。この表の見方は実に簡単なんです。これまで様々な IPA に遠心、後じため、広めの狭母音などと随分長い名前がついていてどうしてこんな妙な名前で呼ぶのだろうとお感じになった方もいるのではないかと思います。そういう長い名称はこの表の上と左にある名称の組み合わせによってできているのです。また表の中には同じ場所に左右2つのペアが位置しているものもありますね。これらは欄外に書かれている通り非遠心、つまり唇が丸みを帯びない音が左に、そして遠心、すなわち唇が丸みを帯びたものが右側にあります。そういうわけで母音の音声学的名称というのは唇の丸みがあるのかないのか、舌の前後の位置、つまり表の上に横並びに書かれている名前、口の開きの大きさ、つまり表の左に縦並びに書かれている名前という3つの要素を順に組み合わせたものとなっているわけです。左右は前、真ん中、後ろの3種類を基本とし、その中間位置を含めて5段階あります。上下は4段階とその中間位置を合わせて7段階に分類されているわけですね。このように、この表のどこにその母音があるかを名称が示しており、その名称から1、口の開き具合、2、舌を前後どのあたりの位置をどこまで持ち上げればいいのか、3、その際唇に丸みを持たせるのか持たせないのか、4、丸みがある場合どれくらい小さな丸みにすればいいのか、ということがすべてわかる仕組みになっています。従いまして一通りの発音記号解説を学んだ後はもしまた IPA の読み方を忘れたとき、いちいち解説内容を復習しなくても、この IPA 母音一覧を見直すだけで学んだ内容が思い出せます。そう考えるとなかなかよくできた表なんですね。では、この一覧から英語以外の言語に使われる音を消してみましょう。かなりすっきりしましたね。この表からわかることは、英語の母音において、前舌母音はすべて非遠心である。
後ろ舌母音については非延伸母音が2つ、延伸母音が4つある。さらに後ろ舌目母音は1種類しかないということです。ここまで理解できれば、表の一番右側に縦に並んでいる後ろ舌母音を一気に練習できます。一番右下にある丸みを帯びた小文字 A の記号の発音は次のポイントに注意してください。口の中の容量を最大にすること。あーを言うように顎の開きを大きくして、そのままの状態で唇に丸みをつけます。すると同時に舌の位置が目いっぱい低くなるはずです。言い換えればあーを言おうとして口を開いたら、そのままおを発音します。日本語のおはこんなに大きく口を開きません。その状態からわずかに顎の開きを小さくし、同時に唇の丸みをもうちょっと強めてやると、この C を左右反転したような記号の音になります。この音も日本語の音とは違って、もうちょっと顎の開きが大きめでアー寄りの音です。そこからもっと唇の丸みを強めると、小文字の O で表される記号の音となります。口の中の容積は最大を心がけつつ、舌の位置を下げるように努めてください。そして口の丸みをもっと強めると、小文字の U で表される記号の音となります。日本語の U と比較すると、日本語の U がどちらかというと口先で発音されるのに対して、英語の U は O いう口の形のまま唇の丸みだけを強めて発音されます。口の中の容積が広いため、おの音色を伴って聞こえることがあります。後ろ舌目唯一の母音は馬蹄形の U が使われています。この音も日本語のうよりは奥目で発音されます。位置が微妙で、実際に聞いた印象が普通の小文字の U とほとんど変わらないため、辞書によってはこの記号を用いていないものもあります。ですから初歩段階では小文字の U の記号と馬蹄形 U の記号の音の区別に関しては特に神経を使わなくても大丈夫です。発音練習では、まず通じるレベルの発音の習得を目指してください。あまりに英語本来の音とかけ離れていて通じないのではさすがに困りますし、通じるレベルの発音ができるようになるとリスニングの技能もかなり高くなっています。この解説では広い視聴者層を想定して、通じればいいというレベルから、目をつぶって耳を傾けると日本人だと気づかれないくらいのレベルまでを対象にしています。ですから時々そこまで区別するのかと思うほど細かい違いについて述べることもありますので、初心者の方はできる範囲でついてきてください。ちなみに小文字の U で表される発音は、日本語の O の唇の丸みを非常に強くした音ですが、その丸みを限界まで小さくすぼめると、その狭さはもはや発音の障害となり母音ではなくなります。すなわち W の記号で表される子音となるわけです。ですから W の子音は母音の U と唇の丸みの強さだけの違いです。従いまして、 W を半母音、つまり母音的性質を持つ子音とみなすこともできます。小文字の U に長音記号がついたものは、音が長めに発音されるため、それだけしっかりと唇の丸みを維持するようにします。発音の途中で唇の丸みが変わってしまわないように気をつけましょう。それでは図の一番右、縦に並ぶ後舌母音を
下から順に発音してみましょう。あの口の開きで唇に丸みをつけた音から始まり、その丸みを徐々に狭めていきます。まずは無段階で連続的に発音させますので、音が徐々に変わっていくことを観察してください。あもう一度発音します。あー今度は4段階に分けて発音します。あーあーおーうーもう一度発音します。あーおう、おう、う。さて、皆さんも後ろ舌母音の段階調整ができるようになったでしょうか。あともう一つ、後ろ舌目として唯一存在する馬蹄形の形をした U も発音しています。これも遠心母音ですから唇に丸みをつけます。ただ超音点は先ほど練習した後ろ舌母音よりやや前に移動します。要領としては後ろ舌母音の時の口の中の容積をほんの少しだけ狭くする気持ちで発音すると、自然と舌の持ち上がる位置がやや前に移動します。う、う、う、う。この音でさらに超音点を前にすると日本語のうになります。ですから先にうを発音し、その状態から下の位置を少し下げるとこの音にもなります。あるいは日本語のうはどちらかというと口先で発音する感じがありますので、うを言いながら少しだけそれにおをブレンドする気持ちで発音してみてもいいでしょう。では日本語のうからスタートして英語の馬蹄形のうまで連続に音を変化させてみます。皆さんも一緒に発音してみてください。うーうを発音したら、しばらくその音を伸ばしてみて、唇の丸みを保ったまま顎をやや下げ気味にすると、それにつれて舌の位置も下がりますので馬蹄形の U の音に変わっていきます。もう一度やってみましょう。うでは、これまでの理解を踏まえて後舌母音や後舌目母音を含む単語の発音練習をしてみましょう。2回発音します。1回ごとに繰り返してみてください。必要があればここでビデオを一時停止して何度も練習してください。ボーク、ボーク、ルック、ルック。日本語風のグッドやルックのように口先のウを使わず、もう少しオに寄った音になるように心がけてください。そして自分自身が発音する音にもよく耳を傾けてください。では続けます。コーク、コーク、グッド、グッド。ユー、ユー。フー、フー。Do, do, use, use, pull, 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 fall, fall, fool, fool. 英語の母音には単母音と重母音があります。この単母音は単純の単であり、
短い母音を意味する単母音とは発音は同じですが文字が違います。発音が紛らわしいためここでは英語で Simple Vowel ということにします。音の長さが長くても短くても途中で音が変化しなければ Simple Vowel です。つまり長い母音すなわち長母音も Simple Vowel の一部です。そしてその Simple Vowel も残すところあとわずかになりました。 Simple Vowel の後には二重母音などの Complex Vowel が続き、その後には子音の学習もあります。長い道のりですがこれらすべてが目的地へ向かう直線コースの途上にあることをもう一度認識し直してどうか最後まで頑張ってください。